こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこのセレスティアルウォリアーズスーパースターアーマーのディバインビーストペガサスです。それでは見ていきましょう。ということで、このセレスティアルウォリアーズなんですけど、これ以前レビューしたこっちですね、この五体合体するやつの、まあね、新しいやつですね。うん、もう一人のやつです。で、さらにこのペガサスも合体して6体合体できるっていうことなのでね。うん。やばいですよね。で、横がこういう感じになってます。このペガサスの戦士ですね。ブラックでめっちゃかっこいいですよね。うん。で、このペガサス状態でもこのロボットを乗せたりとかもできるみたいです。で、こっちの、ね、ペガサスから、はい、こういうケンタウロスみたいなペガサスにも、ね、変形できるってことで。やばいですよね、これ。うん。で、こういう風になってますね。うん。で、これ武器モード。で、合体するみたいです。で、こう、裏。これが以前レビューした、あれですね。うん。五体のやつ。で、それとこう合体するとこうなるよっていう、はい、感じになってます。それでは、早速開けていきましょう。中身を取り出すと、この、ペガサス本体と、説明書ですね。うん。で、説明書はペガサスからロボットモードのやり方と、ロボットモードからペガサスのやり方、そして合体のさせ方ですね、が載ってます。こういう感じですね。はい。それでは、ペガサス見ていきましょう。はい。ディバインビースト、ペガサスの見た目はこういう感じになってます。どうでしょうか。ね。この黒い、これめちゃくちゃかっこいいですよね。うん。で、羽がここにあってみたいな感じですね。で、尻尾。うん。で、このゴールドの塗装がね、またかっこいいですよね。うん。はい。で、この胸はこうなんかね、こうシールドっぽい感じで、こう星なんかこうね、ありますね。星みたいなのが。で、この顔もね、またかっこいいですよね。うん。なんかこうトサカみたいなやつとかもあって、はい。こういう感じになってまして、まあ、可動というかまあね、こういう感じで、足動かしたり、羽動かしたりとか、できますね。尻尾も動くっていう感じです。はい。ペガサスは、このような感じです。それでは、このペガサス状態で以前レビューした、はい。これと、ね、合体というか、まあ、乗せることができるのでやっていきたいと思います。で、これ乗せるときにここ、このパーツがあるんですけど、これをちょっとね、こうどかしてやると乗せれますね。うん。で、こうやって、はい。足を開いて、で、こうかな？はい。普通になんか別にこうね、どっかでカチッとはまるとかじゃなくて、ただこう乗せるっていう感じですね。はい。乗せると、こういう感じになってます。はい。ね。別にこうなんかどっかね、こうガチッとはまるとこあるわけじゃないんですけど、普通にね、安定感はありますね。うん。こういう感じですね。うん。なんかやっぱこう乗ってるといいですよね。ただこうね、うん。足こうちょっと曲げてあげたりすればいいのかな。うん。そうすればちょっと乗ってる感あるっぽくなりますよね。うん。こう剣も足したりして、こういう感じですね。それでは次はこのドラコの状態で乗せていきたいと思います。はい。こういう感じですね。ね、この箱でドラコが乗ってたんですよ。こういう感じで。で、ドラコはこの銃が武器なんで、銃を持ってたんですけど、めちゃくちゃかっこよくないですか、これ。やばいですよね。うん。なので、ちょっとやってみました。やばすぎますね、これ。ちょっとマジで。マジでかっこいい。こうやってね。はい。いや、めちゃくちゃかっこいいですね、これ。うん。やっぱりこう、なんか、こう、馬的なのに乗りながら、こう、ね、二丁拳銃を、こう、扱うってやばいですね。うん。こういう感じです。それでは次、この、メジャーとフェニックスですね。もう、このペガサスに乗せることができるので、やっていきたいと思います。こっちは、剣ですね。二つの、双剣。で、こう乗せると。はい。こういう感じになりますね。うん。
どうでしょうか。なんかね、これも普通に合ってますよね。うん、このメジャーが白だからその色的にもね合ってますよね。うん、このような感じです。そして最後、このさっきのメジャーとフェニックスの上下逆バージョンですね。これでも乗せることができます。で、これがこういう感じですね。うん、めっちゃ引っかかるな。うん、取ればいいのかな。はい、これで乗れましたね。こういう感じですね。収まりがなんか足短いしな、これ。うん、足短いし上半身はでかいしで、でも結構こう正面から見るとめっちゃ決まってますね。うん、かっこいい。でもなんかペガサスにも羽生えて、このロボットにも羽生えててっていう、なんかね、重複してますよねこれ。いやでもこれも結構ねいいですね。ありっちゃありですね。はい、このような感じです。それでは次はこのペガサスをロボットモードにしていきたいと思います。変形。ペガサスロボットモードです。それでは見ていきましょう。ペガサスのロボットモードはこのような見た目になっています。こういう感じですね。うん、どうでしょうか。変形めっちゃ簡単ですね。うん、でただね、ちょっとまあ合体の都合上とかもあるんですけど、ちょっとここがね、差し替えというかね、こうね、一回取り外してつけるっていうのがちょっとね、うん、あれだったかなっていうのはあるんですけど、まあ、めちゃくちゃかっこいいですね、この顔。この騎士みたいな感じで、こう、トサカとかあって。で、こう、胸はこうね、シルバーでね、こうね、なんか、鎧みたいな感じになってますし。で、こう、羽がね、ちゃんと背中から出てるっていうのも、めっちゃかっこいいし、まずね、このケンタウロスみたいな、この、やこのボディがめっちゃかっこいいですよね。うん。このような感じで、他の、やつらと比べるとこういう感じですね。うん、結構でかいんですよね。うん、この後ろの幅もある分ね。はい、このような感じです。それではこのペガサスをこの、はい、5体合体したやつとさらに合体させて6体合体にしていきたいと思います。合体。ペガサス合体モードです。それでは見ていきましょう。ペガサスが合体した状態はこのような感じになっています。どうでしょうか。こういう感じですね。はい。いやーね、ちょっと、うん、まず、うん、ちょっと見比べてみますか。これですね、これ。うん、まあね、まあ、こう銃があって、まあ、シールドがあってみたいな感じですね。うん、で後ろのこの羽が多分ペガサスだと思うんですけど、説明書だとこのペガサスの胴体の部分余剰なんですよね。うん、
なのでもうつけれるとこここしかなくて、ここにつけました。でここをね閉じると外れるんですよね。うん、なのでやっぱ、うん、養生としての想定だったのかなっていう感じはするので、ちょっとここね開いてつけてみましたけど、うん、ちょっとこれ後ろから見るとね、ちょっとペガサスのね胴体、このロボットの上半分が吊るされてるみたいな感じになってね、ちょっと後ろから見ちゃいけない感じになりますけどね、どうでしょうか。でもこのねオーバーサイズでもないのかな、まあでも結構でかいですよね。この武器は結構かっこいいですよね。こう銃、このペガサスの足の裏のここが、ね、銃口みたいな感じにもなってますし、こことかね。でまあシールドもこの余計な部分多いんですけど、うん、まあ、ちゃんとシールドっぽくもなってますしね、結構ねいいでかい武器だからいいんじゃないかなと思いますね。こういう感じです。ということで今回のセレスティアルウォリアーズスーパースターアーマーのディバインビーストペガサスのレビューいかがだったでしょうか。うん、やっぱりこの追加戦士みたいな感じでこのブラックってめちゃくちゃかっこいいですよね。うん、でこのペガサスってやっぱりもうかっこいいですもんね、まず。うん、でこの黒と白にこの金のこのゴールドのね塗装っていうのがもうめちゃくちゃね、こうなんかあの強いんだろうなとかね、もうクールな感じが出てましたよね。うん、でこっちのね、まあ、以前レビューした方のこの5体合体のやつも3体合体の時でも2体合体の時でも、もうこの今5体合体してる時でも、もう全部でこう、ね、このペガサスと組み合わせて遊べるっていうね、この汎用性の高さちょっとやばいですよね。うん、でこのペガサス自体もロボットモードに変形するっていう、ちょっとこれマジでこのね6体全部買ったらもうめちゃくちゃ遊べますね、これは。うん、まあ、という感じなので、はい、気になった方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。それではここからはレビュー中に話せなかったことなど話していきたいと思います。ということでね、今回このペガサスレビューしたんですけど、ペガサスとかなんかユニコーンとかなんかそう馬系ってなんかめちゃくちゃかっこよくないですかね。しかもこの黒っていう、うん、なんかめちゃくちゃ好きですね。で他に自分がね好きなこの馬系のやつが、はい、ウルカイザーですよ。やばいですよね、もうウルカイザーってもうかっこよすぎだし、変形とかギミック的にももうめちゃくちゃ優れてるっていう、うん、めちゃくちゃ好きですね。うん、このキャラ的にもねウルザードめちゃくちゃかっこいいし、まあ、っていうのもあって、こうやっぱ黒のねこの馬系とかってかっこいいですよね。うん、まあ、黒じゃなくてもこうペガサスとかユニコーンとかっていうのはね好きですね。あとなんだろう、ダガーンのペガサスセイバーとか、あとは何ですかね、まあ、そういう系ですね。なんか皆さんも何かありますか、こうペガサスユニコーン馬系でなんか好きなやつとかいたらぜひねコメント欄で教えてください。ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。